はい、今回のテーマとしては意外と難しめなバック側に来た甘いボールを一撃で仕留めるノック式プッシュのポイントについて解説をしていきたいと思います。ペンホルダー選手でこのボールを得意としている方って意外と少ないと思います。試合中の展開でフォアに大きく振られるそのボールをしっかり打つことができて相手が返してきたボールがチャンスボール、ただそのチャンスボールがバックサイド側に来た時に、裏面を張っている選手だったらまだいいんですけど、やっぱり裏面を張っていない選手でしっかり強く打ち切ることって、なかなかできない方が多いんですね。ラリー中においても正面に来たボールはしっかり押すことができても、ちょっとサイドに来たボールに対してただ合わせるだけになって相手に息を吹き返されて、得点されてしまうということも、あると思いますし、ペンホルダーが意外と苦手にしている部分なんですよね。今回はそのバック側に来た甘いボールに対しても裏面を使うことなく一撃で仕留めるバックプッシュのポイントについて解説をしていきたいと思います。ではやっていきましょう。この甘いボールを一撃で仕留めるノック式プッシュを行うときに意識していただきたいポイントの一つ目としては、まずラケットの先端をやや上げるということです。普段のバックショットもそうなんですけど、特に甘いボール、ふわっと浮いたボールに対しては、持ち上げるよりかは上から押さえつけるような打ち方になることが必要になってくるんですね。でそのためにラケットの先端を上げてもらうことによってボールを上から捉えやすくなってきます。上から抑え込むような弾道にすることによって、相手に取られづらく得点するボールに、レベルアップさせることができるので、よくバック側、特にサイドを切れるボールに対してペンホルダー選手がやってしまうことって、腕を伸ばして横にラケットを出してしまうか、ちょっと持ち上げてしまうことが多いんですよね。そうなると安定はするんですけど、やっぱり得点力というのは、なかなかなく、ラリー戦になってしまう恐れもありますので、この技術を行う上ではやっぱり一撃で決めに行けるだけの質を作り出したい。でそのためのこのラケットの先端を上げるというのがまず一番最初に意識をしていただきたいです。でそのラケットの先端を上げるときには、親指のパラに力を入れることが私は大事だと思っていて、人差し指と中指だけでラケットを持ちすぎてしまうとラケットの先端ってどちらかというと下がってくるんですよね。でそこでちょっと親指の腹側にグッてこう力を入れることによって勝手にラケットの先端が上がるようになってきます。なのでバックショートであったりバック系の技術を行うときはやはり人差し指、中指だけではなくこの親指というところにもある程度意識を置いてグリップ作りをやってもらうことが必要になってきますね。手首と中指の押しを使ってボールに対して強くインパクトをしに行くということです。決めに行くだけのボールの質を作り出したいので、やはり強く当てるということは大前提になってくるんですね。ただバックショットというのはやっぱり普段の裏面であったりシェイクのバック技術に比べると強い力を加えにくい技術にはなってくるんですけど、その中でも相手が取れないようなボールを打とうと思ったらこの手首と中指の使い方が超重要になってきます。ノック式というだけあってイメージはノックなんですよ。当たる瞬間にパンパンってこう弾くような動作を自分で加えてあげる、打つ前にやや手首を内側に引いてもらってインパクトの時に中指と手首を一緒に出してあげる、このラケットの動かし方をしっかりボールに伝えることができれば直線的で相手を取りづらいボールが出て得点率の高いバックプッシュを行うことができるようになってきます。イメージとしてはビンタするようなイメージ、やっぱり手首がガチガチになってしまうとビンタをしようと思っても強く当てることってなかなかできないと思いますので、手首のしなりを使ってパチンってこう当てにいく、初め練習方法としては左手を前に置いてもらってその左手に向かってといった強く当てにいく練習を行ってもらうのはおすすめになってきます。手首と中指を使えないと
音ってあまりいい音にならないんですけど、ここに手首と中指を足してあげることによってといった強い当たり方、強いインパクトを作り出すことができるようになりますので、まずは左手相手に試してもらって、慣れてくれば対ボールに対してもその強いインパクトをぶつける練習をしていただければいいかなと思います。ただ注意点としては、手首が内側に入っている時にボールを打球しすぎないということ、いわゆるボールが外に逃げていくような弾道になると力が抜けてしまっている証拠なので、イメージとしてはラケットがまっすぐになった瞬間でボールを捉えてあげる、ここのタイミングの取り方を自分なりに意識するように心がけましょう。まあ、なのでリズムの取り方もすごく大事になってきますよね。ただここだけでやるんじゃなくて、普段のバックショートの右左右左右左といったタイミングの取り方を行ってもらうことによって、球に対する微調整も行うことができるようになってくるので、あくまで手首中指というのは最後、それまでに体全体で合わせるという作業も忘れないようにしていただきたいです。3つ目のポイントとしては、インパクト時に左足の踏み込みも加えてもらうということです。こちらは試合で使う場面を想定した場合と、ボールに対する微調整を行うので、この2つのために行っていただきたいです。この技術を行うときって、想定される場面としては、フォア側にちょっと振られてバックに返ってきたボールに対してこの技術を行ったりすることがあるんですね。またバックサイドに切れていくようなボールに対して強く打ちに行く技術ですの で、その時に、体を使ってもその場に立ち尽くしすぎてやると、自然に手が伸びてしまう、打球ポイントがずれてしまうので、ボールが不安定になってしまうんですね。なのでその球の場所に向かって左足を踏み込みながらこの技術を行ってもらうことによって、ボールの質をより向上させることもできますし、自分の打球ポイントを揃えていくこともできるようになってくるんですね。フォア側に振られた場合だと、その場所からいきなり左足を踏み込むわけじゃないんですけど、少し足の微調整を両足で行って最後にもう一度左足を踏み込んでもらうというのが私の中のおすすめになっております。そうすることで足を踏み込む力をボールに伝えることもできますし、フォアからバックの広い距離をしっかり対応することもできるようになってきます。基本的には球の場所に入ってから打つのがベストだと思うんですけど、やっぱり距離が遠くなってくると全てのボールを球の場所に入ってから打つことはできないですし、それを行おうとしてしまうとやっぱり打点も遅くなってしまうので、高い打点でしっかり捉えるためにも少し合わせて左足の踏み込みといったところを意識して練習と試合で行うようにしましょう。しっかりこの技術を習得していただくことで、ここ1本甘いボールを無理してフォアで回り込むことなくバックで仕留めることができる、大きく動くことが苦手な選手でも取り入れやすい技術になっておりますので、ぜひ一度お試しください。ご視聴ありがとうございました。